モーガン・バークリーモーガン・バークリーは、アメリカ合衆国の政治家、プロ野球の球団経営者、コネチカット州イーストハダム生まれ、メジャーリーグベースボールのナショナルリーグ初代会長、ハートフォードの公立高校を卒業後、バークリーは1852年にブルックリンで、おじが経営していた HP モーガン社に入社する。ほどなくして勃発した。 南北戦争の最従軍士一時会社を離れるが戦後に復職。1872年に父親の死をきっかけにハートフォードに戻り地元で銀行を創業、初代の東通りとなる。1874年、バークリーは地元ハートフォードにハートフォードダークブルースというプロ野球のチームを組織し、当時のプロ野球リーグであるナショナルアソシエーションに加盟する。 チームの中心には後にアメリカ野球殿堂入りした当主キャンディ・カミングスと選手兼任監督としてボブ・ファーガソンを据える。しかし当時飲酒や賭けが横行していたリーグはほどなく解体してしまう。バークリーは解体したナショナルアソシエーションに代わる新たなプロ野球リーグの創立に本創1876年にナショナルリーグが設立された際、 その初代会長に就任した。会長職を務めたのはわずか1年で、翌年にはウィリアム・ハルバートにその職を譲るが、その間球場での飲酒や賭けの禁止、あるいは日曜日に試合を組まないなどの基本的なリーグの運営方針を打ち出した。その後バークリーは1880年からハートホード氏の市長職を務め、 コネチカット州知事を経て1905年から1911年までアメリカ上院議員などを務めている。1922年にハートフォードにて死去。死後アメリカ野球伝道が設立され、1937年にアメリカン・ナショナル・リリーグの初代会長は揃って伝道入り表彰された。ありがとうございます。